はい、いつもマルゲンのジグラス専門チャンネルをご視聴していただき誠にありがとうございます。ありがとうございます。はい、今日はですねこちらの G クラスをご紹介の方していきたいと思います。こちらはですねまず久々の旧型の G63 AMG モデル入荷してまいりました。よじちゃんがもう一番好きなモデルですね。はい、でしかも今回この G63 なんですけれども実は限定車となっております。確かに通常モデルでは見ないカラーですよね。はい、このマットのね感じなんですけれどもこちらはですね2018年に販売されました G63 エクスクルーシブエディション限定63台というねそういった限定モデルとなっております。いやかっこいいはずですね。かっこいいはずですでこちらはですね外装カラーがモンツァグレーマグノといって、まあ、グレーのマットですね。うん、この限定車なんですけれどもあと内装カラーが結構何種類かありまして今回入荷したのはクラシックレッドとブラックの、仕様となっております。走行距離が9700キロということで車検満期は、令和7年の6月までという内容でございます。うん、はい、限定車でなおかつこの走行距離、はい、めちゃくちゃ珍しいんじゃないですか。はい、もうね希少な1台ということでございます。はい、いやこのモンツァグレーマグノいい色ですね。はい、モンツァグレーマグノって実はね G400D のストロンガーザンタイムエディションにも、に設定のあるカラーなんですけれどもこのねマットのグレー、うん、これがですね本当にね激渋でかっこいいですね。かっこいいです。ちょっとブラウン味もある感じで。そうですね、かっこいいですね。はい、いやあとね走行距離がまあ低走行なので本当にね飛び石傷とかも全くないですよね。乗ります。はい、いや本当に綺麗です。綺麗ですよね。うん、限定車なので特別装備が充実しております。まずアルミホイールがですね、うん、マットブラックペイントの21インチの AMG アルミホイールとなっております。うん、このカラーにブラックのアルミ合いますよね。本当ですよね。でその他にもこのサイドモールもダークアルミニウムのサイドモールとなっております。ーダークアルミニウム、はい、まあ本当にこのねどっちかって言ったら黒っぽいですよね。うん、黒のね、この雰囲気に合わせたサイドストリップモールとなっております。はい、その他にもサイドで見てみるとこのデカールシールですね。おこれも限定車っぽいですよね。本当ですね、さりげなく入ってる感じですね。はい、はい、で、マフラーの方も左右にそれぞれ出ております。はい、まあ、こんな感じでサイドはね、うん、かっこいいですね。かっこいいですね。めちゃくちゃかっこいいですね。リアの方もですね、まずこの、スペアタイヤのカバー、これボディ同色になっております。ボディ同色。はい。ね、こんな感じで。本当にね、状態がすごいいいですね。こういうシール類なんか見てもらっても、はい、めくれがないですからね。本当です。状態が、うん、状態が非常にいい状態ですね。はい。はい。で、サイドもこんな感じでですね。うん、はい。やっぱりね、旧型で好きな方ってね、昔から好きな人多いと思うんで、うん、まあ、特にこの63ですよね。しかも限定車。ぜひ本当にね、おすすめな1台となっております。はい。やはり後ろから見てもこのカクカクボディ、このラインですよね。このラインですよね。いいですよね。いいですよね。はい。まあ、本当にね、ボディ状態も非常にいい1台になりますよね。うん、はい。こんな感じで見てもらいましたが、あとフロントガラスの方もね飛び石傷全くと言っていいぐらいね、見受けられません。はい、本当に綺麗な、綺麗ですね。であとですね、これオプションなんですけれどもサイドビューカメラ、これがですね、はい、キノコ狩りされている状態ですね。はい、なので、まあ、よりこうスマートに見えますよね。はい、こちらがですねクラシックレッドとブラックの、はい、仕様となっております。もうね、本当にね、いい具合のこのレッドの入り具合ですよ。そうですね、もうまさに63というね、雰囲気漂っておりますよね。いや、63って感じの内装ですね。まあ、こちらですね、デジーのエクスクルーシブインテリアパッケージも、標準、特別装備で付いておりますし、その他ですね、AMG カーボンファイバーインテリアトリムも、これも、限定車ならではのですね、はい。オプションとなっております。カーボンとレッドと感じがもうまさに63ですよね。うん、はい、あとねこのステアリングの方もツートンステアリングになっております。はい、はい、もうほんとね黒ずみなんかもねほとんどなく綺麗な状態ですよね。本当です、ツヤツヤですね。顔
はい。まあ、その他にもですね、やっぱりこれからの時期、革シートってね、本当に熱を持っちゃうんで、ベンチレーター欲しいなと思われる方非常に多いと思うんですけど、ついております。ついてます。はい、ベンチレーターもついております。ここですね、で、その他全席にシートヒーターも備わっております。うん、で、あとですね、シート、細かい調整できるようにね、このマルチコントロールシートバッグも、はい、ついております。うん、はい。なのでね、本当に快適に63を走っていただけるんじゃないかなと思います。うん、はい。先ほどシートの方もちらっと映りましたけど、はい、コンディションかなり良さそうです、ね。かなりいいと思いますよ。うん、はい。ね、ダイヤモンドステッチもね、いいで、いいじゃないですか。かっこいいです、ね。はい。しかもレッドステッチですからね。ね、こういうね、随所にね、うん、ダッシュボードにもね、レッドステッチ入っております。はい、ここも赤なんですよね。はい。ツートーンのね、インテリアになっております。で、赤が本当にね、うん、いい具合ですよね。本当に63っぽいという、うん。本当ですね。はい。感じでございます。はい。その他にも専用のフロアマット、デジーのフロアマットも、ね、レッドのね、縁、枠が。デジーのですね。はい、なってますので、もうインテリアに本当にぴったりですよね。そうですね。はい、うん。で、こちらの車ですね、まず純正のドラレコついております。はい、ついてます、はい。で、その他スーパーキャットのレーダーも、レーダー探知機もついております。はい、ということで内装の状態も非常にいいので、ちょっと後ろの席も見ていきたいと思います。はい、後ろの席もこんな感じで本当に赤が貴重、本当ですね、特徴的ですよね。後ろから見てもこういったところ、はい、赤がね、赤が、はい、はい、で後席も本当にねパンと張ったこの状態、うん、立ってますね、いい具合じゃないですかね、いいですね、このダイヤモンドステッチの細かさも結構いいですね、やっぱり。そうですね、旧型ならではのね、うん、感じで。あと、説明してもなかったんですけど、レッドシートベルトも採用されてますんでね。赤づくしですね。赤づくしですよ。まさに63、うん。はい。後席、あと嬉しいのがね、ここにドリンクホルダーがあることですね。あります。はい、後席の方はもうね、うん、ちゃんとね、飲み物を持って、ドライブに参加していただけるという、まあ当たり前のことなんですけどね。ゲレンデのこういうところね、意外にね、年式によってはついてないとかありますんで、やっぱり、ね、こういったところも嬉しいですよね。はい。ではトランクも見ていきたいと思います。はい。ねえ、この、やっぱり、重たい感じが、やっぱゲレンデですね。はい。いや、いいじゃないですか。うん、はい。ここ赤ですね、はい。ここも赤で、うん。本当に傷がね、傷がないですよね。綺麗状態です。綺麗ですね。で、まあ当然こんな感じでですね。ジャケットルームも綺麗な状態となっております、はい。いい感じですね。はい。ということで今日はですね、この旧型 G63AMG のエクスクルーシブエディション限定63台という、1台をご覧いただいたんですけれども、はい、内容の方おさらいしていきたいと思います。まず年式の方が2018年式 G63 エクスクルーシブエディション限定車となっております。で、外装カラーがモンツァグレーマグノ。で、内装カラーがクラシックレッドとブラックの、仕様となっております。で、走行距離が9700キロ。車検満了が令和7年の6月までとなっております。はい。で、こちらですね、もう本当に市場に今、ほとんど出ていない、まあ、何にしても、なんせ63台しかないですからね。しかもこの組み合わせだとさらに少ないわけですよね。さらにね、さらに少ないわけなんですけれども、こちらですね、販売価格の方がですね、総額で1548万円となっております。はい。もちろんね、もちろんですね、納車前に、法定点検の方を行ってですね、まあ、消耗品関係の、交換が必要な箇所は全て整備行いますし、登録関係もですね、全て含んだ価格となっておりますので、ぜひですね、こちら、希少な1台となっておりますので、お早めのご検討いただければと思います。はい。ということでですね、今日はこちらの G63AMG エクスクルーシブエディションご紹介の方させていただきました。今日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。